どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ヒルトンビザクレジットカード終了のお知らせということで、本日ね、ヒルトンビザクレジットカードね、解約のお知らせがね、来ました。ヒルトンね、オーナーズ、クラシック、ゴールド、プラチナの、新規発行を6月30日でね、終了しますっていうね、発表がされました。私自身はですね、SPG アメックスクレジットカードをね、保有していて、マリオットボンベイホテルね、プラチナステータスも、保有していまして、現在はですね、ちょっと新型コロナウイルスの影響で、ちょっと宿泊ね、できてなかったりするんですけども、今後ね、マリオットボンベイのプラチナステータスっていうのが、期限が決まっているものなので、それがね、終えてからちょっと併用してね、利用していきたいなと思ってた矢先の本日のね、終了のお知らせのね、発表でした。この現在ね、このヒルトンオーナーズクレジットカードっていうのは、日本でもね、かなり人気のあるクレジットカードで、年会費がね、だいたい1万3000円ぐらいするクレジットカードで、こちらね、三井住友カードがね、発行しているクレジットカードっていう風になってまして、三井住友、クレジットカードなんで、マイペイスリボットね、ウェブ明細、あと手数料のある支払いとかを等々するとですね、年会費の割引が受けられる制度があるんですけども、こちらもね、適用されて、だいたいね、8000円ぐらいで維持できるクレジットカードなんですよね。8000円ぐらいで維持できるにもかかわらず、ヒルトンのね、ステータスの、ゴールド会員がね、自動で付与されるカードっていう風になってまして、保有しているだけでね、客室のアップグレードだったり、無料の朝食がね、付帯するサービスがあるわけなんですよね。また、プラチナカードはちょっと年会費が上がって6万7000円ぐらいするんですけども、こちらはね、条件があるものの、その条件を満たすとね、ヒルトンのダイヤモンドステータスがね、付与されるっていう特典があるクレジットカードなんですよね。で、ヒルトンのダイヤモンドステータスまで行くと、ラウンジとかもね、利用できるっていうこともあって、年会費はちょっと高いですけども、条件さえ満たせばね、ヒルトンのね、最上位のね、ステータス保有することができますんで、すごいね、人気のあるクレジットカードなんですよね。で、この2枚のクレジットカードはですね、SPG アメックスとかでね、よく比較される、クレジットカードでもあるわけなんですよね。SPG の場合はね、ゴールド会員になれるんですけども、こういうね、朝食とかね、そういう特典はなくてですね、アップグレードはね、対象なんですけども、朝食はね、無料にならないもありますし、やはりね、SPG アメックスは年会費が高いですよね。ですけども、ヒルトンビザはね、年会費がね、結構安いにもかかわらずね、朝食までつくっていう点もありますし、アップグレードされた部屋がね、結構いい客室になった場合には、ラウンジがね、利用できたみたいな話もね、聞いたことがありますんで、そういうね、結構いい特典があったんですけども、この特典もね、2022年の2月の28日、終了となります。かなり残念ですよね。ヒルトンね、メインに使われてた方は、いずれのカードね、高確率でね、保有されてたと思うんですけども、この特典もね、なくなってしまいますんで、新規発行もね、終了するということですし、解約される方ね、かなり増えると思います。で、このヒルトンの、クレジットカード自体が今後ね、どうなっていくかっていう話なんですけども、公式サイトにはね、このように書かれてるんですよね。2020年秋頃に、異なるブランドで、新提携のクレジットカードをね、発行する予定となっておりますっていうアナウンスが、もうすでに出ているんですよね。これはね、かなり楽しみですよね。個人的見解ですけども、もしかしたらアメリカンエクスプレスとね、提携するんじゃないかなって思ってるんですよね。っていうのも、アメリカ本土のヒルトンのクレジットカードなんですけども、提携ね、アメックスなんですよね。ですので、今後はね、もしかしたら、アメリカンエクスプレスの提携のクレジットカードで、このヒルトンね、のクレジットカードを発行されるのではないかっていうね、個人的にはね、思ってるんですよね。現時点でね、一切情報出ておりませんので、どうなっていくかもね、全然わかりませんけども、一応ね、アメリカ本土のね、クレジットカードね、一応ね、紹介しておきますね。アメリカ本土のね、ヒルトンのアメックスの、クレジットカードなんですよ。ちょっとこちらに出しておきますね。こちらヒルトンの、サーパスクレジットカード。年会費が95ドル。だいたい1万円ぐらいですね。こちらは、発行するだけで、ゴールドステータスが、付与されます。で、年間ね、4万ドル。だいたい400万円ぐらい使うと、ダイヤモンドステータスがね、期間限定ですけども、利用できるっていうクレジットカードで、これね、すごいですよね。まあもちろんこれアメリカ本土のクレジットカードなんで、日本の在住の方はね、まあ、発行できないと思うんですけども、もう一つね、アスパイアカードっていいのかな、読み方は。年会費が450ドル。大体日本円にして45,000円のクレジットカードですね。で、こちらはですね、ダイヤモンドステータスが自動付与なんですよね。だいたい45,000円でダイヤモンドステータスが付与されるクレジットカードということで、この2つのクレジットカードなんですけども、両方ともですね、日本で同等のクレジットカードより年会費が安いのにステータスがね、まあ、付与されているっていう感じで、まあ、このアスパイアカードについては、まあ、年会費ね、45,000円ぐらいですんで、まあ、日本のね、プラチナカードよりね、安いにもかかわらず、ダイヤモンドステータスね、自動付帯っていう感じで、これかなりすごいクレジットカードですよね。これ欲しいですよね。2020年秋にね、発表されるこのクレジットカードはね、まあ、実際はね、国際ブランドね、どこになるかはわからないんですけども、まあ、アメリカンエクスプレスの可能性がね、かなり高いんじゃないのかなって個人的には思ってるんですよね。まあ、アメリカ本土でアメックスのクレジットカードなのに、まあ、日本に来てね、なんでビザだったのかね、逆にちょっと謎ではありますよね。またね、今現在ね、SPJ アメックスクレジットカードって、まあ、かなり人気のクレジットカードですよね。マイル還元率が、まあ、1.25%、まあ、年会費は31,000円っていう風にかなり高いんですけども、やっぱりね、年会費の元が取りやすい部分もあって、利用しやすいクレジットカードでもありますんで、これがもしね、アメリカンエキスプレスでね、発行されたらね、まあ競争もね、かなり盛んになるんじゃないのかなと思いますし、まあ私もね、もしアメックスのクレジットカードで出たら、間違いなくね、発行すると思いますしね、楽しみではありますよね。まあ私がね、SPJ アメックスをね、発行した時っていうのが、まだね、マリオットボンボイっていう統合される前のね、SPG のホテルカードだった時に、ちょうどマリオットが SPG グループをね、買収するぐらいの時で、その当時って、SPG アメックスをね、発行するだけで、マリオットホテルの場合、ラウンジとかね、朝食とかって、もう発行するだけで利用できたんですよね。まあ、ちょうどその頃に私入会したんで、もうこの特典が、統合されてね、なくなった時、一回 SPJ アメックスをね、解約しようかなとも思ったんですよね。で、その次にホテルのクレジットカードを探した時にですね、このヒルトンビザゴールドカードをね、ちょっと一回検討したんですよね。で、いろいろ比較した結果ね、結局 SPJ アメックス解約しないでね、そのまま保有するっていう形になったんですけども、まあ、これのね、メインの理由は、ヒルトンのポイントって、本当にマイル還元率良くないんですよね。ポイント自体がね、かなり弱いので、ヒルトンのポイントって、本当に繁忙期のね、宿泊じゃないと、ちょっと利用しづらい部分がね、あるポイントなんですよね。まあ、この部分もですね、今後、アメリカンエクスプレスでね、発行された際にはですね、こういうところもですね、ちょっと見直し入ってほしいな、なんて個人的には思ったりしてるんですけども、まあ、今現在ね、マリオットボンボイホテルポイントが、まあ、かなり強いので、今後ね、アメリカンエクスプレスのね、クレジットカードで発行されたらね、まあ、そこもね、どうなっていくのかなっていうのはね、ちょっと楽しみではあるっていう感じなんですよね。いかがだったでしょうか。今回はヒルトンビザクレジットカードの、ね、終了のお知らせ、解説させていただきましたけども、まあ、これね、どうなっていくかかなり楽しみでもありますんで、まあ、今回ね、終了っていうのはね、ちょっと悲しいお知らせではあるんですけども、ちょっと今後にね、期待していきたいなと思います。今回の動画はね、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。